皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は iPad のすごい無料アプリを紹介していきたいと思います。この動画を初めて見てくださった皆様、はじめまして、アミティ先生と申します。 iPad のクリエイティブな使い方を YouTube で発信したりとか、あとは iPad 本の出版をさせていただいております。あとは iPad のクリエイティブスクールとかも運営しているんですけれども、アミティ先生 YouTube を始めて早5年、今までもうたくさんの iPad アプリを紹介してきました。今日はですね、その中でもこれ無料でいいんですかみたいな、すごい無料のクリエイティブアプリをたくさん紹介していきたいと思います。まずはイラスト系を紹介していきたいと思います。まず1つ目、アイビスペイントでございます。こちらはですね、もう超お絵かきアプリですね。私いつもプロクリエイトをね、たくさん紹介しているんですけれども、もしプロクリエイトお金ね、そんなかけれないよっていう学校のね、小学校の先生とかね、そういう人多いと思うんですけど、あんまり有料のアプリ買えなくて、でもお絵かきアプリ使いたいなっていう人はぜひこのアイビスペイントを使っていただければと思います。有料アプリなのに機能がめちゃくちゃたくさんあるんですね。しかもブラシもめっちゃたくさんあります。プロクリエイトのいいところはブラシがたくさんあるところなんですけど、それに負けず劣らずブラシがたくさんあります。あとフィルターだったりとか、あとレイヤー機能とかもね、ちゃんとしてて、もうガチですね、ガチのアプリでございます。私が運営している iPad Mate Kids っていうね、クリエイティブスクールの子供たちもこれめちゃくちゃ使っております。本当に簡単なイラストですね、 LINE スタンプみたいなやつからガチのリアルなイラストまで幅広いものが描けると思いますので、ぜひ私の動画ね、参考にしていただければと思います。で、今日紹介する動画なんですけれども、全部今までに紹介したアプリばっかりでございますので、再生リストに入れておきます。すごい iPad の無料アプリの再生リスト今日作りましたので、それね、全部重なっていただければと思います。はい、続きまして、オートデスクスケッチブックのイラストアプリでございます。これも一度紹介したんですけども、これもですね、ガチのもうイラストアプリでございますね。これデスクトップ版にこのオートデスクっていうイラストアプリがあるんですけど、それの iPad バージョンになります。さっきのアイビスペイントよりもどっちかというと、もうちょっと精密なイラストですね。こういうプロダクトスケッチっていうんですか、車とか なんだろうな、こう綺麗なイラスト、定規だったりとか、この測って絵を描くような感じでございますね。そういうのが描けるんでございますね。ブラシもどっちかというとメカニカルペンっていうんですか、ボールペン、綺麗な線が描けたりとか、そういうなんかこういうスケッチをね、こういったイラストを描くためのiPad アプリでございますので、こういうの描きたい人はですね、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、続きましてノートアプリいきますね。まず1つ目、コラノートでございます。これはですね、ほぼグッドノーツのアプリでございます。多分グッドノーツをめちゃくちゃ意識して作られた無料アプリだと思うんですけども、ペンとかもすごい書き心地もいいですし、あと画像の挿入とか、あと PDF 読み込んでそこに赤入れだったりとか、あとなんでしょうね、目次つけれたりとか、リンクつけれたりとか、もうこれ無料でいいんですかみたいな。ちょっと書き出しするときに課金とかちょっと求められたりするんですけども、もうそれ以外は完璧に無料だけでできますので、有料のアプリダウンロードできない環境にいるんだよっていう人はぜひコラノートを使ってみてみてください。はい、続きましてコンセプトでございます。これはもう私死ぬほど何回も何回も紹介しているアプリなんですけども、無限キャンバスでございますね。ノートに端っこがない、いくらでも書けるアプリなんですけれども、コラノートとかグッドノートは要は勉強したりとか議事録取ったりとかにするときに使えるアプリなんですけども、こういう無限キャンバスとかっていうのはアイディア出しするときにですね、もうひたすら書くと、もうアイデアがわーって広がっていくっていうようなアプリでございます。私みたいなクリエイティブ系の人はですね、もうコンセプトをめちゃくちゃおすすめしたいんですけれども、このコンセプトはですね、無料でダウンロードできまして、ちょっと課金を求められることもあります。で、今回紹介するアプリの中で課金をしないと使えないっていうアプリを紹介しません。課金をしなくても無料だけでも使えるっていうアプリをたくさん紹介してるんですけれども、コンセプトはですね、課金をしなくてもそういう無限キャンバスのノートは使えます。ちょっとレイヤーを増やしたいなとか、こういうなんかアドバンスの機能を使いたいなっていう時はですね、課金求められるんですけれども、その課金をしなくても全然使えるアプリになっておりますので、コンセプトおすすめでございます。はい、続きまして
プランナー for iPad でございます。こちらはですね、手書きで書けるスケジュール帳のアプリでございます。このアプリ開けるとですね、カレンダーが出てきます。で、そのカレンダーに自分の予定をですね、バーってApple Pencilで書いていくものになるんですけれども、やっぱりこういう手書きでね、ノート書きたい人いると思うんです。あの文房具屋さんでさ、こういうスケジュール帳を買ってさ、可愛いシールとかなんかつけたりとかしてさ、あのデートの時はさ、ハートのさ、あのシールとか貼ってさ、あのなんかさ、デコレーションとかしてさ、あの女の子そういうの流行ったでしょ、中学生とか高校生の時。それの iPad バージョンでございますね。シールとかもたくさんあるし、画像も貼れるし、あとは Google カレンダーとの連結もございますので、あのノートを書きながら、あの Google カレンダーに入ってるやつも一緒に見れるみたいな感じになるので、めちゃくちゃおすすめでございます。これね、結構使ってる人多いんですけれども、これが無料っていうのがマジですかっていう感じのすごいアプリになってますので、ぜひこういうスケジュール帳をですね、手書きで管理したい人はあの使ってみてみてください。はい、ということで次デザイン系のアプリいきます。キャンバでございます。はい、こちらも何回も紹介してますね。チラシとかバナーとか名刺、あとウェブデザイン系のあのデザインを作るときに大変重宝するアプリなんでございますけれども、キャンバのいいところはテンプレでございますね。おしゃれなテンプレがたくさんあります。で、それを選んで自分用にこうアレンジしていくっていう感じでございます。チラシのテンプレがあって、じゃあチラシのテンプレの写真のところを、じゃあ自分のパン屋さんの写真に変えようって、じゃあ写真変えたら勝手に綺麗なチラシデザインができるみたいなアプリなんでございますけれども、これもですね、無料版と有料版、課金のやつがあるんですけれども、これも課金しなくても十分使えます。もう本当に無料で使えるテンプレもたくさんあるので、ぜひですね、デザイン初心者のこと、いまいちデザインのことわからないんだけど、ちょっと自分でデザイン作ってみたいっていう人はですね、ぜひキャンバー使ってみてください。はい、続きましてベクターネーターでございます。これちょっと中級者向けのアプリになるんですけども、ベクターのイラストが描けるものでございます。ベクターイラストっていうと、アイコンとかロゴとか、そういうちょっとあのシェイプを使ったイラストでございますね。他のアプリで言うとイラストレーターとかアフィニティデザイナーがそれに当たります。で、この2つはですね、課金とかあのサブスクであの使うものになるんですけども、ベクターネーターは完全に無料でございます。もうすごい、もうベクターアプリで無料っていうのはね、もう奇跡に近いですよね。ありがとうございますっていう感じなんですけれども、こういうベクターアプリ無料でやりたい人はぜひ使ってみてください。はい、続きまして写真いきます。写真アプリ、写真の色調整をするアプリ、私よく使ってるのがビスコでございます。これ使ってる人結構多いんじゃないかな。フィルターがめちゃくちゃ多いアプリですね。私はここで色調整だったりとかフィルターをかけて、それを SNS ね、 Twitter とか、あとは Instagram とかにどんどん上げてるんですけれども、やっぱりちょっとね、色調整すると、あ、なんか素敵、やってみたい、おしゃれっていう風に見えますので。で、このビスコはですね、立ち上げが早い、あとフィルターがたくさんある。で、細かい色の調整ですね、HSL っていう色ごとに色の色相とか彩度とか、あの輝度とかを上げることができるんですけども、それのついてるアプリが私はいいんですよね。で、それがついてるアプリで無料なのがビスコでございます。で、ビスコは課金したらたくさんフィルターが使えるようになるんですけども、そんなにたくさんフィルター使わなくてもおしゃれな写真ってあの作れるので、自分でこの色調整するだけで本当に綺麗なのができるので、ちょっと軽い色調整したいなっていう人で、無料で綺麗なのを選びたいなっていう人はぜひビスコを選んでください。はい、続きましてアンスプラッシュでございます。こちらもですね、マーミティ先生何回も紹介してますね。 YouTube のもう出した初期の頃からこれね、紹介してるんですけれども、アンスプラッシュはですね、超おしゃれで高画質で無料プラス著作権フリーの画像がダウンロードし放題の、そういうサービスでございますね。今まではブラウザー上であの見るものだったんですけど、それがですね、 iPad アプリ、 iPhone アプリになりました。その iPhone アプリ、 iPad アプリで画像検索して、それダウンロードして自分の写真アプリに保存して、自分のウェブデザインだったりとかチラシとかにあの使用できるっていうものになります。なので、あの有料で画像とかを買わなくても全部使い放題だよっていう、そういうものがダウンロードできるアプリでございますね。ややこしいでございます。
ますね。はい、あのデザイナーは絶対使っております。これもう知らない人いないんじゃないかっていうぐらいアンスプラッシュはめちゃくちゃ有名ですね。まあ欠点としてはみんな知ってるから同じような画像を使ってしまうというね、あのそういうところはあるので、一生懸命探してさ、誰も使ってないものをですねひたすら探して、私はあのあこれだったら誰も使ってないだろうっていう感じで保存して使ったりしてるんですけれども、まあそういう形でですね、あの自分で画像が用意できない時とかはぜひ使っていただければいいかなと思います。続きまして、動画とアニメーションアプリです。動画編集のアプリはキャップカットでございます。もうこちらも大変有名ですね。若い子はですね、もうキャップカットの iPhone のキャップカットで全部編集したりしてますね。 iPhone のさキャップカットでもう YouTube 編集してそれで動画上げたりしてる子もいるみたいで、すごいなって思いながらね最近見てるんですけど、まあさすがにその iPhone で編集できなくても iPad でね大きい画面で編集できたりするので、なんでいいかっていうと、フィルターがすごい、自動の字幕テキストがある、スタンプが押せる、テンプレがたくさんある。あのプロ向けの動画編集アプリっていうのはそういうあんまりフィルターとかスタンプっていうのはあの搭載されてないんですよ。もう自分で作ってくださいというような感じですので、プレミアだったりとかルマフュージョンとかダヴィンチとかっていうのはですね、そういうなんか初心者向けのあの子供騙しといったら怒られますね、そういうものっていうのは入ってないんでございますけれども、キャップカットはそういうのが入ってます。で、私は全然それ使っていいと思っていて、なんならむしろキャップカットのテンプレとかはおしゃれでございます。あの子供騙しなんかではございません。ちゃんとしてますので、ぜひキャップカット、あの初心者の方は動画編集に使っていただければと思います。はい、じゃあ最後、アニメーションアプリ、フリッパクリップでございます。これも一度だけ動画で紹介したことがあるんですけど、何かっていうとアニメーションのパラパラ漫画が作れるアプリでございます。こうフレームを一枚一枚描いていくんですね。ひゅってってこうやってちょっとずつちょっとずつ描いていったら、こうジャンプしているようなあのアニメーションが作れるっていうアプリになるんですけれども、それの無料のアプリでございます。あのプロクリエイトの中とかでもねアニメーションの機能とかあったりするんですけど、やっぱそれは有料のねプロクリエイトを買わないとできないんでございますけれども、そういうの買えない人はですね、フリッパクリップダウンロードしてもらって、ちょっとしたあのパラパラ漫画ですね、でどうやったらこう動いて見えるのかってね、ちょっとずつ動かすんだけど、じゃあちょっとずつ動かすのどうやってちょっとずつ動かしたらあの動いて見えるのかとか、そういう動きの勉強とかにもなりますので、ぜひですねあのクリエイターの方はぜひ使っていただければと思います。はい、ということで以上 iPad のすごい無料アプリでございました。いかがだったでございましょうか。今日紹介したアプリで過去に出したチュートリアルはですね、再生リストに入れておきました。iPad のすごい無料アプリの再生リスト入れておきましたのでですね、これをですね上から下まで見てもらえればですね、もう iPad マスターになりますので、ぜひ見てみてください。あとはですね、ちょっとこれは有料のアプリになるんですけれども、有料のアプリですね、プロクリエイトだったりとか GoodNotes 5っていうノートアプリ、あとはですね、これ過去のアミティ先生の YouTube をたくさん紹介した iPad Creative っていう本もありますので、よかったらこれもですね参考にしてもらえればと思います。もうちょっとガチ系で学びたい方はですね、ユーデミーっていうプラットフォームに行っていただくとですね、私の有料セッションがたくさん買えます。ここはガチチュートリアルでございます。今日のね動画見ていただいて、もっともっとやってみたいっていう人はですね、ぜひユーデミーのチュートリアルを参考にしていただければと思います。はい、ということで今日は以上でございます。バイバーイ。